おはようございます。今日のスタートはロマン高原火曜からです。車の中です。今日は久しぶりに雲海を見に行きたいと思います。最初の撮影をしてからだいたい1ヶ月ぐらい経ちました。もう本当にシーズン中のシーズンになっています。今日は昨日雨が降って湿気が多いということと、今日が快晴である、風も微風っていう雲海が発生するのにすごくいい要素が揃っているので、今日久しぶりに撮影に行きたいと思います。画面でも伝わると思いますけど、結構霧はあるのですごく期待できそうです。場所は前回と同じく大平山に向かっています。今日もやっぱ路面はすごいです。チャリじゃ行けませんでした。行きまーす。到着しましたが、今は霧がすごすぎて何も見えてない状態です。ちょっとしばらく待ちます。現在時間が7時3分になりました。今日の日の出が6時33分だったので、日の出から30分が経ちましたが、状態は相変わらず、お日さんが出てるあっちの方はやっぱ明るいっていう感じです。もうしばらく待ちます。現状7時41分、日の出から1時間以上経ちましたが変わらずです。待ちます。あれからすぐ7時43分、ようやく画面では伝わんないかもしれないですけど、うっすらと見えてきました。ということで、今日の大平山の山頂こんな感じでした。すごい快晴です。雲海は自然の現象なので、いつ来ても見れるというものではないです。今日みたいにずっと霧の中っていうことも多分あると思います。まあずっとはないか。今日は日曜日なんですけど、誰も来なくて一人黙々と撮影に集中することができました。結構やっぱり穴場だと思いますので、ぜひ皆さんこの雲海を見に来てください。せっかくなので右岸側に移動したいと思います。前回と同じで日の出を日々中央側で見て、今日は見れなかったですけど、それが終わったら右岸側に移動するっていうのが結構楽しめるかなと思います。行きます。到着しました。行ってみます。すごいぞ。多分こんな感じです。がっつり雲海出てますね。すごい。現在9時半です。9時半ですけど、まだ雲海は結構見える状態です。朝もし寝坊したっていう感じでも、全然10時前ぐらいだったら少なくはなってますけど、見れないこともない感じです。で、やはり誰も来なかったです。10時を過ぎました。もう雲海はあそこにちょっとあるだけでほぼほぼないですね。こんな感じです。雲海なくてもすごく綺麗なので、ぜひ見に来てください。あそこがすごく紅葉になっていて綺麗です。ぜひ雲海を見にお越しください。最後までご視聴ありがとうございました。